スタート。はい。はい。今日は、福井県にあります、R305 小松店のゴルフパートナーにやってきました。はい。はい。僕のゴルフ部の友達の自己紹介を。はい。本田凛太郎です。今日は、はい。何ですか？はい。なんか、ドライバーでお困りのようで、はい、ゴルフ部なんですね。はい、そうですね、ゴルフ部でやってます。はい、ベストスコアは？ベストスコア今77です、ね。77。黒からです、黒から。黒から。おで僕が見た感じ、平均は多分84ぐらいで、ね。なるほど。じゃあ、ドライバーを探すと。そうですね。いうことですね。わかりました。じゃあ、早速、中入ってみましょう。回しっぱなしですか？もう大丈夫です。さあ、今日は行きましょう。まずはどのような、お悩みがあるのかっていうのを聞いてみましょう。そうですね。ドライバーの球としては、まず球が上がんないっていうのが一つと。球上がんない。持ち球ドローなんですけど。ドロー。まあ、たまに、なんで、まあ、スライスも出ますぐらいですね。球が上がんないのが一番。そう、ね。低いドローが出るんですよ。あ、そうなの。ドライバーが特に上がんなくて。なるほど。で、ちょっとチラッとスイング見させてもらおうかな。どんなスイングか。ちなみに今使ってるドライバーは、黒ギア。黒ギアの、何度かな。あるかな。10.5 10.5。ああ、10.5 でも上がんないんだね。上がんない。OK、じゃあとりあえずスイング見ようか。スイング。スイング見せてもらおう。ドライバー。ドライバー。これいいんじゃん。これいいのかな。じゃあちょっと聞いてみましょう。さあ、この QI10 打っていいというので、はい。じゃあ、マックスの 10.5 度。はい。大丈夫ですか？はい。じゃあ、スイング見せてください。とりあえず。今日は、全部人間ドックでね、やってまいりました。いい高さ大丈夫ですか？はい。映ります？遠く？あんまり遠くに行かないと。はい。はい。毎年恒例の女家族と人間毒がてら。幼稚園からのおさむランチですね。はい。カニを食べながらという。旅でございます。はい。あ、いいです、いいです。はい、スイングだけ。ともきさ、ちょっとさ、スローっていうか動画撮ってくれる？はい。別で、縦撮りで。うん。ちょっとスローで。うん。大丈夫？うん。いいよ。うん。まあ、軽くでいいよ。まず、怪我するから。そんな強く打たなくても。おー、スイングアークで打っていくタイプだ。なるほど。OK? もうちょっと。Okay. うん。ちょっと2、3発必要でしょ？ウォーミングアップに。はい。まあでもフェース面の使い方そこまでシャットじゃない感じだな。ねえ、トップオブスイングも45度斜め。フェース向いてる。はい、OK。あれだーす。ちょっと、ともきそれ、あれ見せてくれる？このフェースの向きは。あ、どっちかって言えばオープンじゃん。これ球がないんだ。ちょっと待って。こっから。あ、なんかシャッタースピードが、何からシャットに入ってくるのかな。おお、スイングが綺麗ですね。いいよ、シャッター。OK。じゃあちょっと、リンタロちょっと、あ、ごめん。ちょっとこう、正面のスイングちょっと見せてもらいますよ。いいですか？うん。
うん、なるほど。こんな感じね。OKOK。でもやっぱ体が1メート80ぐらいあるから、スイングアークで打っていくタイプですね。なるほど。はい。そんな切り返しが早くないんで、シャフトは、あれですね、先調子っていうよりも手元調子の方がいいのかな。しなり戻りがゆっくりなシャフトの方が合うんじゃないかなと思います。うん、はい。さあさあ。でも球が上がらない人は、絶対被ったドライバー使っちゃいけなくて、うんうんうん、被ったドライバーってどういう感じになるかっていうと、ちょっと、あ、ちょっといいですか？はい、はい。あのね、被ったドライバーってどういう感じになるかっていうとですね、こうやって構えるでしょ？こうやって構えたときに、どうしてもこう、ちょっとシャフトをこっちに出したくなっちゃうドライバー。これは結局被ってるやつで、持ち球ドローの人が、要はフェースがこう左向いてるクラブ持つと、めちゃくちゃこう手出さなきゃいけなくなるでしょ？そうしないと、うん、フェース、右向かないから。やっぱり、ドローを打つ人は、インパクトでフェースが右向かないとダメなんでね。逆に、こう、シャフトが、こう、左から、こう入ってるクラブはダメなんですよ。だから、まず素直なドライバーを選ばなきゃいけないです。はい。はい。ということで、ね。何が好き？ブランド。特にないと思います。特にないのこだわりは。特にないんだ。はい。はい。なるほど。そうだなぁ。ご予算っていうか。ご予算はい。まあ、限りなく休みに近く。限りなく休みに近く。得意やで、それ。こっちの得意。あ、じゃあ、これ、ゴーキュッパで、マジでこれバカにしちゃいけないやつ。ただ 9.5 でしょ。ちょっと待って。DI じゃん。ん？うん。DI じゃん。ちょっと見して。ちょっと待って。ダチ選び。手元調子じゃん。あー、でもね、これね、ちょっとロフト立ってんな。これじゃ無理かな。でもこれはマジで超おすすめ。これは G400。G400？ これ、いいんじゃない？G400。でも 8.5 しかないわ。おう、そっち。G410 もある。ともぎのおすすめのドライバー何だ？いや、ピンじゃないかな。ピン。ピン好き？ピンが一番曲がんないイメージが。あのね、ピンの。スギちゃんがね、この。マックス？そう、G430 マックスがいいって言ってた。これ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 。ちょっと高いんじゃない？ん？ 6 万6000。ちょっと予算オーバーかな。1ヶ月の給料って感じですかね。うん、これはそこそこいいぞ。うん、これはそこそこ。純正シャフト。純正シャフト。うん、で、どうだろう ?S シャフトぐらい。あ、ちょうどいいじゃん。うん、S の6号。あ、ちょうどいい。スイングがね、うん、ゆっくりめだから、あんまり軽いシャフト合わないと。うん、まあ、ターンと打つから。65g ぐらいちょうどいいと思う。これどう？なんか純正シャフトが一番そのヘッドの飛距離を引き出すようにできてるって言いますよね。そうですか。まあ一応そう言うでしょうね。でもそういうパターンも主にしてありますよ。とりあえずでもこれはすごい。これドローヒッターのおすすめ。うん、この M1 ね、うん、トルコのね、うん、ファースト QT のね、初日トップだった人が使ってた。はいはい、ね、小柄な位置。それこれで。すげえいいスコアで待ったよね、6秒で。うん。風に強そうなフェードで。そうそう、1万2000円のクラブで。スプーンもそれだった。めっちゃいいのしてるよ、これ。M1？ しかもこれ、さ、うんうん、改造できるじゃん。うん。重心。うん。めちゃくちゃいい顔してる。こういう感じ。こういう感じ。ただロフトがね、9度だからないんで、りんたろーの場合は、はい、10.5 じゃない。10.5 じゃないとダメで、これはそういう意味でね、座りはね、これの方がね、非常に、座りっていうかね、皆さんね、座りって言うけど、こう、置いた時のこの座りって全く関係ないんで、
シャフトに対して面がどうついてるかなんですよね、うん、でこれはなかなかねちょっと動画じゃ伝わりづらいですが結構いいシャフトが40だ D410 のプラスじゃない方なるほどの 10.5 だったけどちょっとリンタロウこれ打ってみてよはい、うん、それ俺も欲しいお前が欲しいんかいちょっとこれ打たせてくださいって言ってこれ打ってもいいですかはいこのね、典型が良かったですよ。あ、曲がりなくて。どれ？もう、トライしたの？はい。俺買ったよ、典型。本当？うん。オートマチックな感じで。そうね。なんかあそこにいるよ、なんか。亡霊が。撮影見てるんですけど、何語かわからない。はいはい。ドライバー。じゃあ次のコーナーへ。ゴルファー。プロゴルファー。僕のおすすめドライバーに。バンカー。はい。あ、ともきのおすすめドライバー。はいはい。もうクラブ、超クラブマニアですからね。ともきのおすすめドライバー。どれ？いや、もうね、ほとんどの人にいいと思うんですけど、これの MAX D。MAX D？ うん。これケプカ使ってるんですよ。ええー。マックス2って書いてあるけど。これないけど、今、マックス D。あ、ないんだ。何回何回シム2とマックスしかないけど。ああ、マックス D がおすすめなんだ。ケプカあんなにマッチョでヘッドスピード速いのに。ケプカは最新の使ってないんだ。そう。なんか、うん。すごい吹き上がっちゃうかなっていう感じだったんですけど、意外と低スピンで。ほうほうほう。僕は、ローアーに3メモリぐらいやって、7度ぐらいにしてるんですけど。へぇー。なんか自転車みたいに切り替えがありますね。シノさん、シノさんがね、多分それ使ってたかもしれない。MAX D？ MAX D の、このすごいオープンフェイスみたいな感じ。小規模になった時。うん。勝手に捕まるから、右に出しとけば、はいはいはい。まっすぐ行くっていう、ドライバー苦手だったんですけど、ねえ、トモキ、ドライバー曲がんないもんね。解決しました。ドローもフェード持てる。もうね、トモキはもうパパのロフライマシーンを毎日いじってるもんね。さあ、どうかね、売り心地。スカイトラック、どうなんできんの聞いてみようか。弾道計測器。はい。いきます。じゃあ打ちましょう。だいたいいつもどんくらい飛距離。いつも230ぐらいですか。230ぐらい。はい。はい。まあ謙虚だ。もうちょい飛びそうだけど。ちょっと今薄いな、当たりが。右に。右行った。こういう当たり出ちゃうの？こういう当たりも出ますね。飛んでる。おぉ、あの当たりで232じゃん。すごいな。いきます。うん。やっぱりね、スイングがこう、まったりと。おぉ、すげえ！いい音した。ほら、低いだろ。うん、あ、これが持ち玉なんだ。これ。へぇ、おぉ、240。ほう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 、いいじゃないですか、いいじゃないですか。全然ゴルフしてないと思うんで。へぇー。久々。へぇー。その12月以来ですね。2ヶ月ぶりのショット。お！いいよ。どう？シャフトは何グラム使ってる？普段は。シャフトあれ何だ？今のいつもより、お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 、うん、いいじゃん、いいじゃん。いつもより軽い？いつもより軽い？あ、ほんと。はい。どっちが軽い？ヘッドが軽い？シャフトが軽い？シャフトが軽い。あ、何グラムのシャフト使ってんの？何グラム ?SX の。X?100 なんで。あ、X100 っていうのはアイアンが？アイアンが X100 で、多分、リンタロウのドライバーは 7X ぐらい。あ、7X か。あ、じゃあいいね。それはそれで。ちょっと薄いな。
これ出るな。プルフックみたいな。今はちょっと右行ったみたいな感じだったけど、左。左ちょっと潰して。うんうん、ああ、こう。打っちゃうんです。うんうん。多いじゃん。まあまあ。ああ、ちょっとスライスしたな。スライス。今、感触もスライス。そうっす。おお、でも飛んでる、飛んでる。めっちゃ飛ぶ。飛ぶ？ねえ、飛んでるよね。やっぱね、面がいいと飛ぶんですよ。うん、あとやっぱり普段より軽いから振りやすいっていうのもあるんじゃない？OS はダメです、ね。でもね、でもリンタロウぐらいのそのまったり系だったら S シャフトの方がいいかもよ。うん、結構一生懸命打たなきゃいけなくなるから X だと。振らないもん。うん。おー、いいね。スイング綺麗。うん。さあ、これでもうほぼほぼ完璧？すげえ捕まった。あ、すげえ引っ掛けた。何これ何これ、そんな今ミスだ。今ナイスショットやな。うん、ナイスショット。なんかちょっとエラーだね。エラー。ちょっとナイスショットが出たらやめましょう、もう。はい、いいっすか？何点？ 70点。70点か。ちゃんと、こすった。こすった。でもさ、こすってもさ、スライスにならないよ、ね、プログラム。いや、これ本当になんない。あ、そうなんだ。ともきさんおすすめの。ペラペラそば、まあまあ、うん。はい。まあ、という感じで、どう？りんたろーどう？普段のより捕まりやすいです。捕まりやすい。はい。そんなね、低いフックって感じでもないよね。そう。今だったら、普段だったらもう、ペラペラの右か、うん、低フック出てましたね。おOS はダメ、OS は。OS？ SIM2MAX とか。あと何がいい？ SIM2MAX とかさ。SIM2MAX いい？うん、SIM2 は結構飛ぶし。で、これ言ってみる？うん。5S なんですけど。5S ね。ちょっと、じゃあ。でもヘッドスピード的に 5S でも。うん、ちょっとじゃあ、今、ヘッド見てみる。もう私の場合、譲れないから。うん、まあ、ちょっと待って、行こうか。うん。座りも。うん、いいね。まあまあ、まあまあ、まあまあ。もう一本ある。ん？うん、もう二本ある。どれ？じゃあそれも見せて。10.5度。10.5、10.5。うん。じゃあ、パパがいい方選ぼう。あ、SR だ、ダメだ。SR。ダメ？じゃあこれでいこうか。どっちが飛ぶのか。シャフトはなんだ？天性。50g の S。じゃあちょっとこれも。はい。ちょっと。これをちょっと、これで撮るみたいですけど。あ、点みたいなことやってる。わからない。ここじゃない。おー。撮れた撮れた。撮れた。で、これも。これビリビリ。はい、OK。よし。はい、じゃあ、ちょっと、うん。ちょっと剥がさせてもらって。よし。俺のおすすめというより、ともきのおすすめになってきてる。何今度持ってきたの？いや、これ気になってるんですよ。ミニドラ。あ、ミニドラね。うん。これは。PGA で結構入れてる人いるから。これはでもブラシがあるでしょ。2バウンドがあるでしょ。ミニドラは何がいいんですか？ね。これアダム・スコットとか、おうフリートウッドだっけ？うん。とか。使ってる？使ってる。へぇドライバーの。これで地面から打つのかな？打つでしょ。楽勝に打つでしょ、これ。ああ。自家ドライって。13.5 度で。ああ、ああ。これなんか、これ上がるね。俺すごい。これ上がる上がる。これって上がる。ね、おお。これ面白いじゃん。13.5 度なんだ。へぇー。で、ちょっと短いんだ。
そうそう、短い短い。だってこれ D4 だもん、43.5 インチで。あ、重い。でももっと短くできる。43インチぐらいで。あ、まあね。D1。うん。でもそうすると止まらなくなっちゃうから。うん、さあ、いいんだろう。行きましょう。はい、行きます。もういいなぁ。フェース面がほんとスクエアだわ。おぉ。どう？こっちのシャフト軽いから。いい球、ね。ヘッドスピード。おぉ、いい球や。おえ？来た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 。こっちの方が飛んだかな？こっちの方が飛んでんじゃない？4人なの。おぉ。振りやすいですね。そうね。ちょっと 70X、ちょっとあれかもわかんない。硬すぎっすね。うん、硬すぎ、重すぎかな。おー、いいじゃない。ちょっと、どう？低め？でも、何割、何点とか言ってくれる？打った瞬間に。お、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 200、最初230とか言ってたけど、あれじゃん、だいぶ謙虚に言ったんだとは思うけど。え、こっちの方がなんか安定してるじゃない？ねえ。やっぱトモキのおすすめ。でもそっちもトモキのおすすめだろ？うん。うん。ほんと死ぬほどインターネット見てるもんね。本当に研究してるもんね。俺より研究熱心だわ。あ、これでも。50点。50点だって。捕まってんじゃないの？ほら、案外行ってない。確かに、案外行ってない。これが、ただのシム2だったら、右に逃げていくんですよ、多分。まあ、まずまずじゃないですか。というあれだな。感じでどっちを選ぶんだろうな。おぉ、ナイスショーだ。80点。でも球上がってる。ちょっと左に引っ張った。ちょっと岩の裏行っちゃったんだよね。滝の裏。で、こっちも安定してる。こっちの方が全然重いっすね。うん、重いんだ。まあ、65S だから。ああ。こっち 50S。50だよね。こっちの方がでかいっすから。ああ、ああ。あ、ヒール。なんか一発目ペコってなるね。さっきもそうだったじゃん。あ、これはチョロ、チョロだ。チョロ。まあ、チョロと言っても。210ヤード。おー、いいね。何点？ 100 点。おー、100点きた。おー、あっちょい平だ。250。おー、いいじゃないですか。はい。じゃあ、どうです？この2本の。まあ、こっちの方が楽ではありますかね。うん。うん、なるほど。でこっちは、うん。でも、どっちの方が回りにくかったですかね。うん。あんま、感覚的にはまあこっちの方が楽ではあるけど。なるほど。うん。今のに近いのはこっちかも、重さ的に。ああ、なるほど。でも、うん。アイアンが X100 で、ああ、バランスを考えて、ああ、なるほど、なるほど。あと夏で暖かくなるし、うん。ラウンド中はアドレナリン出るし、うん。65だね。65。俺もそう思うわ。ということで、じゃあ、はい。こちらを、お買い求めということで。はい。おいくら何円？学生さんよ。うん。でも大丈夫。お金持ちだから。僕には関係ないですね。お金持ちかは。はい。ということで、はい。ありがとうございます。はい、こちらに決めました。します。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、そちらに決まりました。はい、こちらに決まりました。はい、どうですか、ともきさん。いや、コースで見てる球よりもずっといい。本当。感じで。いや、上がってるよね。うん、上がってるね。オーバースペックなのかな、うん、プロギアの。うん。プロギアの多分ロースピンモデル使ってるから。ああ。まあ、ドローヒッターはね、多少スピン入っていかないとダメなんで。10.5 でね。うんうんうん。あのね、ちょうどね、宮崎でね、杉ちゃんと話したんだけどね、あの杉山選手ね、お話したんだけど、あの、
ぱり、その何、ドライバーは、その、典型だと、スピンかなり落ちちゃうから、あの、430MAX、うん、そうですね。G、うん。これの方が、ドローが、スピンがちょっと入る分、あの、捕まるって言ってた。うん、なんか、うん、僕は典型が一番いいと思うんですけど、僕は合うんですけど、うん、なんか、一部の説によると、うん、この典型は、その430シリーズの中の新しい種類が一種類増えたぐらいで思った方がいいみたいな。MAX、うん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 、LS、典型、うん、あと SF、うん、だっけ、うん、っていうのがあって、うん、その4つの中から選ぶ選択肢が増えたぐらい。ああ、なるほど。考え方がいいみたいな。あ、そうですか。はい、この間、打ちました、クールクラブズで打ちましたけれども。まあまあ、周りは似た感じだったけど。案外とそのね、典型、打感が良かったんで、はい、私、とりあえず買ってみましたけどね。はい。でも今、AI スモークもちょっとオーダーしちゃったんで、楽しみでございますが。はい。ということで、動画出演ありがとうございました。ありがとうございました。